今週はですね、北米。北米です。はい、北米。行きたいと思いますよ。北米はまあ本当に去年が初めてですね、ちゃんと回りだしたら、うん、まあいわゆるアメリカでございます。うん、2014年ワンオクロックライブ LA、ワンオクロックライブニューヨークと、うんうん、まあ2014年ありまして、そしてその後2014年バンズワープドツアー2014 US からカナダまでと、はいはい、いうのもありました、うん。まあアメリカの空気というのはね、やっぱり自分たちのワンマンライブよりもやっぱり一番こう感じたのはワープドツアーだったんじゃないかなと思いますけれども、うんうん、まあ、まずじゃあその LA ニューヨークでのライブをちょっと思い返していただきたいと思います。これはどうでしたか？初めての単独アメリカでの、ニューヨーク LA 公演だったんですけれども、なんかちょっとこう観光ついでにっていう気持ちが若干強かった気が僕はあったんですけど、なんか2カ所だけやったからね、ツアーではないんだよね。なんか変な感じだったな、これは、うん、LA っていう場所でのライブもちろんすごくね、あの刺激的だったし、いろんなお客さんがその場所に集まってライブをしてくれて、たまたま同じ会場だったんですよね。バンドワープドツアーのオープニングステージみたいなのと同じ会場でライブだったじゃないですか、うん、だからなんかこう違和感もなくというか、普通にこう、あ、またこの会場に戻ってくる日が来るんだなみたいなところでの、まあ、ライブでもありましたけど、あとこの前後に俺はずっとレコーディングで LA おったやん。そうですね、その言うたこの流れでのライブやったっていうところでもあんまりこうなんか海外にやってきたっていう感じはなかった、ね、なかったね、うん、なんかちょっとこう一つのショーケースというか、うんうん、ちょっと一瞬楽器鳴らしますっていう感じでね、うんうん、肩の力すごく抜けてたなと思います。 そ,、ね、まあ、それに比べてニューヨークめちゃめちゃ寒かったけどね。寒かったマジで、あんな雪降っても、なんかさやっぱりさ、こうまだ僕らアメリカでこうワンマンライブしていても、うん、胸を張ってなんかライブやってますっていう感じって実はモテないじゃない。言われへん ね、とてもじゃないけどなんかこう恥ずかしいというかまだ、うん、だからもっともっと本当にこうアメリカでのライブの経験っていうものをやっぱ増やしていって、うん、その土地の雰囲気とか、うん、やっぱりこういろんなものを勉強してライブをしていかなきゃいけないんじゃないかなってやっぱり強く思いますよね、うん、まあそして、それが終わった後今度2014年バンズワープドツアーがあるわけなんですけれども、ここではすごくいろんな思い出がありました。約1ヶ月間、はい、うん、ほぼ毎日ライブ、バス移動でアメリカ各地を横断していくっていうね。なんかこうワンマンライブっていうのはさ、言ったらもう僕らを少なくとも曲を聴いて、もしくは友達が好きでとかっていう、うん、もうホームの状況でのライブじゃないですか。一番こう足りないものってのは言語だったりとか、うん、そういう部分ではあるんだけれども、このワープドツアーに関して言うと、もう誰も俺らのことを知らない、うんうん、そして初めて共演するアメリカのバンドばかり、 そうやね、そして言語も通じない、はい、これはやっぱり最初はねどんなもんかっていうのはありましたけれども、日にちが経つにつれてやっぱり太陽もすごく毎日出てるし、うん、楽しかったよね。毎日ライブ終わって、まあ、俺以外に何十バンドっておるわけやんか、うんうん、その種らとライブ終わりにバーベキューっていうのが、はい、毎日やるからね、開催されるわけ。初め俺はその初日に行った時もうどうしようみたいな空気になってた、うん、でもその時に亮太が、いや俺ちょっとしゃべりに行ってくるわ。そうやね、もう普段俺酒飲まへんけど、俺もワープドツアーだけはやっぱりもうな、酒に頼るというか、うん、もう勢いで行かなあかんなっても、俺行ってその日見たライブめっちゃ感動したから、その人のね、うん、まあ喋ったら感想も言ったらなんかすごい受け入れてくれて、なんかその日からもう俺仲良くなれてみたいな、うん、だからもう結構向こうの人たちってやっぱり何やろう、言葉俺もそんな喋られへんけど、すごい優しい人たちがねすごくいっぱいおって、うん、まあやっぱりバイブスはいいよね、うん、日本人ってどうしてもやっぱりこう閉ざしてるところから入って、うん、そしてちょっとずつ扉を開けていくっていう感じじゃないですか、うん、アメリカの人っていうのはそうじゃなくてね、最初からどうもこんにちはっていう、うん、もう普通にこうオープンな状態から入れるし、まあ、やっぱりこうなんと言っても亮太はね、あの当時はもう英語勉強したいって言ってたから、そうやね、やっぱり自らのこの力でもってもういったね、その語学をこじ開けていく術というものをね、はい、見出してほしかったわけですよ。はい、はい、俺、まあ大変やったけど、でもまあとりあえず俺のこの知識でもある程度っていうか、うん、そのコミュニケーションはなんか取れんねんなっていうのはね、すごいこのワープドツアーでちょっと自信がついたっていうか、うん、なんかもっと勉強しようって思ったね。やっぱりね、僕ら4人最初全然喋れなかったでしょ、うん、
でもこういろいろな友達ができて、うん、そして英語が耳に馴染んできて、うん、でこう喋らなきゃいけないね環境にも立たされたじゃないですか僕ら、うんうんうん、あのインタビューでとか、はい、もうまた、ね、最初とかははみたいな。俺インタビューマジやばかったから俺ほんま全然わからんかったけど、でもあまあ森ちゃんが助けてくれてたから、まあ、俺はまあ隣におるだけやったけど、コメントその質問されてる内容とかやっぱ分かったらもっと楽しいんやろなみたいな、うん、だからやっぱあの経験はすごい俺にとってはね、なんか燃えちゃったよね。だからそうね、まあこんな感じでいろいろアメリカを回ったわけなんですが、うん、まだまだこれからもねアメリカでのツアーっていうのはもうあのたくさん切って、うん、そしていろんなところでライブをやっていきたいなと思います。